上智子君。日本共産党の上智子でございます。最初に台風18号の豪雨災害により犠牲になられた方に心からご冥福を申し上げると同時に避難被害を受けられた全ての皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。で、今回の被害は広域に及んでおりまして、宮城県大崎市、それから福島県南会津町ですねなどでは堤防が決壊をし農地が冠水をしました。それから関東地方では鬼怒川に沿うように南北に積乱雲が停滞をして栃木、茨城、それから埼玉に猛烈な豪雨をもたらし各地で大きな被害が発生いたしました。で、私たち日本共産党はですね塩川哲也衆議院議員を本部長として対策本部を作って、地方議員や党支部の皆さんと一緒に救援活動やあるいは支援活動に全力で取り組んでいるわけです。で、今日は現地に私も入りましてお聞きした内容を紹介しながら質問したいと思います。で、まず今回の被害は広域でしかも甚大な被害が発生したと。で、80の河川で堤防が決壊氾濫をし停電断水などライフラインにも大きな被害が出ました。で、有機地に調査に入ったときに被災者の方からは水位が一気に上がって、玄関を開けたらですね道路はもうすでに水浸しになっていたという話を聞きました。常総市では10日の午前6時過ぎに鬼怒川の若宮戸地区で水が堤防を越える越水が始まって午後12時50分ごろに4キロメートル下流にある三坂町の堤防が決壊し経験したことのない浸水被害が発生しました。あと数分遅れていたらですね逃げ遅れたっていう人が何人もおられています。安倍総理はですねこの被災地を訪問されて、激甚災害指定を速やかに検討したいというふうに述べられています。先ほど来ですね皆さんも要求されておりますけれども私も大臣に伺います。改めてこの確認する意味でこの激甚指定を、速やかにすべきではないでしょうか。山谷防災担当大臣。今般の災害につきまして激甚災害に速やかに指定できるよう現在、関係省庁の支援を得ながら地方公共団体において被害状況の把握に努めているところであります。先ほども申しましたように農地農業用施設林道等については全国を対象とした本劇基準に達すると見込まれることから閣議決定に向けて速やかに所定の手続きを進めてまいります。また公共土木施設等についても引き続き被害状況の早急な把握に努めてまいります。上智子君。現地では災害救助法に基づく支援も始まっています。それで先の連休中に常総市に行ってきました。で、市長もですね市の職員も、昼夜問わず懸命にこの被災者の救済あるいは復旧に努力をされていました。必要な対策や求められることというのはすぐ決めるとか即決しなければならないとそういう局面に遭遇するということでね今の制度はこうだからこうだというようなそういう言って判断する余裕がなくやって対応しているという話でもありました。ですから現場でですねやっぱり必要な対策は大いに国で支援するから安心してほしいとこういうメッセージを出すということも非常に大事だというふうに思うんですね。大臣そういう点で政治的なリーダーシップが求められているんじゃないかと思いますけどもいかがでしょうか。山谷防災担当大臣。はい、復旧のスピードアップのためにですね、被災者に寄り添いながらそれぞれの状況があると思います。よく聞き取りながらですね、対応を進めてまいりたいと思っております。上智子君。はい、被災者の皆さんに寄り添ってぜひイニシアチブを発揮していただいてね各省庁間で連携しながら進めていただきたいと思います。で、常総市で出されている声なんですけども情報がですね被災者や避難者に届いていないっていうのが出てくるんですね。で、被災者は誰に相談していいのかわからないっていうことがいっぱいあるっていうふうに言われていますし支援に入っているボランティアの方さっき藤田先生からも話しあったたくさんボランティアの方が入ってるんだけどもそういう方に出会いますとね段取りが悪いと情報は私たちが伝えているんだとこの状況を何とかしないと改善しないといけないんじゃないかっていうふうに言われるんですボランティアの方から。
で、市の職員の方はどうかっていうと、まあ、職員数が足りないということもあって十分に情報発信できていないっていうことが言われるわけです。で、常総市において情報発信するために、まあ、今ニュースを、ね、発行始めるっていうことになったんですけども、やっぱりそういう届くための支援、情報を発信するための支援をですね、評価することが必要じゃないかということを一つ感じたということ、それからですね、避難所に行ったんですけども、私が行ったところは避難された方は初めは350人いたと。で、今150人程度になってるんだけども、市の職員がですね、24時間体制で常時3名前後で対応しているわけなんですね。で、安心できる避難場所を確保して維持するということで手一杯になっていて、ボランティアの方の協力を得て何とか維持されているという状況なんです。それで被災者の方が、まあ、自宅の様子を見に行ったり、それから片付けをね、市に行ったりということで通わなくちゃいけないという状況があるんですけども、そこの移動手段まで手が回ってない状況があるんですね。それで親戚や知人に車を出してもらってこうやってる方もいるんですけども、それができない人もいると。そうするとタクシーで一回行って帰ってくるともう何千円というふうにかかってしまうということがあって、この問題は高杉市長はですね、お風呂に行くのに循環バスを今出してきているので、その応用で移動手段も支援できないかなということで言われているんですね。で、車が水没して使えなくなった避難者もたくさんいます。で、自宅に帰るためのバスなどへのですね、こう循環できるようなそういう支援もすべきではないかということも感じたということがもう一つ。で、もう一つあるんですけども、加えてですね、命と健康に関わる医療支援も大切だなというふうに思うんですけども、DMAT ですね、この災害派遣医療チームですか、この DMAT が避難所の巡回を行っていて、日本赤十字病院もですね、現地に入って支援に入っていました。で、しかし市内にある2つの病院が水没をして24時間診療体制が確保できていないと。で、この中の絹医師会病院に行ってきたんですけども、ここ の中川院長はですね、今だんだんこう粉塵による気管支呼吸器系 この病気が出てきているとか、あるいは作業中の怪我、ストレスによる下痢が増えているという話が報告されていました。それで避難所やですね、自宅にいる避難者が安心して医療が受けられる支援が急がれているんじゃないかと、まあ、こういうふうに一つは情報伝達のことと、それから移動手段と、それからの医療支援と、ここの充実が非常に大事じゃないかと求めたいというふうに思うんですけども、この点いかがでしょうか。内閣府加藤政策統括官。はい、被災された方のいろいろな声があると思いますので、県、それから市町村、それから国が一体となってですね、そのような声を聞きながらどのような対策ができるか検討を進めていきたいと思いますけれども、避難所と自宅の間の往復については制度上はですね、支援の対象の提供になっておりませんので、そういうこともあるもんですから、どういうことができるのかもしっかりと今後また検討していきたいというふうに思います。それ以外のところにつきましてはですね、関係の情報発信とか DMAT と関係の省庁とよく相談をしてこれを検討していきたいと思います。上智子君。大臣ですね、やっぱりこの被災者が安心できるようにメッセージを出していただきたいというふうに思うんですね。それから高杉市長からは住宅支援の問題と、それからゴミ対策が切実だという話もお聞きしました。で、まずその避難所の支援なんですけども、現在県はですね、お住まいについての意向調査っていうことをやっております。それで避難者のニーズをつかむっていうのはもちろん必要なことだと思うんですけども、入居可能日っていうのは早くて10月3日以降というふうになってて、あと10日以上待たなきゃいけないんですね。それで避難生活が長期になってくるともう疲労がたまってくるっていうこともあります。それで避難所ではですね、感染症がなんか流行ってきているっていう報道もあります。で、二次的なですね、健康被害を防止する上でもこの民間の旅館とかホテルとかをですね、借り上げて避難所として活用できることに、まあ、制度上なってると思うんですけども、こういう対応もすべきではないんでしょうか。いかがでしょうか。内閣府加藤政策統括官。今委員からもご指摘ございましたけども、まさに住家の被害状況ですとか、まあ、被災者の意向の把握ということを務めているというふうに聞いておりまして、県の方からはですね、まず
公営の住宅等について対応するということをまず私どもとしては聞いておりますので、そのほかに何ができるかということはですね、意向調査を進める中でですね、いろいろ検討して、いくふうにいきたいというふうに考えておりますので、よく地元とも調整をして連携して対応を図ってまいりたいと思います。上智子君。制度としてね、こういう制度があるってこともね、知らないんですよ、被災者の方はね。だからそういうこともできるっていうことはぜひ周知をしていただきたいと、でよく相談をしていただきたいというふうに思います。それからゴミ問題なんですけども、ゴミの量はですね、推計で2万4000トン、年間のゴミ総量の約 1.4 倍以上になるっていうふうに言われています。で、市や県が設けた6カ所の仮置き場はすぐにいっぱいになってしまって、新たに設置したようです。で、しかしながらこの運び込まれる、込まれてくる量に追いつかない状況があると。で、災害廃棄物処理事業でこの仮設の置き場から分別して処理することになってるんですけども、この分別する余裕もない事態なんですね。なんかもう泥とそのいろんなものが一緒になってですね、それを一時こう分けてる余裕もないっていうこともあると。そうするとこの産廃に回ってしまうのかなと思うんですけども、そういう状況がある中ではやっぱり近隣の市町村の協力だけではですね、対応できない場合はもうちょっとその広域にですね、支援する体制を作るべきではないかと思います。これ環境省に来ていただいてますけども、お願いします。環境省鎌形廃棄物リサイクル対策部長。今回の豪雨によりまして、上層市においては大量の災害廃棄物が発生してございます。今先生ご指摘 2.4 万トンという推計出てございますけれども、さらにですね、もっと大きく大量なものになるというふうに、想定しておりまして、市などとも相談しているところでございます。一日も早い復帰のために、これらの廃棄物の処理を速やかに本格化されるということが重要でございますが、上層市では今市内あるいは市外も含めてですが、11カ所の仮置き場を設置して、災害廃棄物の搬入が実施されております。でもそのでまた1箇所二次仮置き場というふうに位置づけまして、そこに搬入してさらに、処理への道筋というものを作ろうというふうにしてございます。具体的には二次仮置き場に搬入いたしまして、一定の分別を行った後ですね、産業廃棄物処理業者に委託をして責任を持ってしっかりと処理して、そういう体制を取ろうというふうなことを、私ども国あるいは県市と相談してやってございます。それで今環境省といたしまして、今環境省の職員と技術専門家を現地に常駐をさせて、仮置き場の環境対策の管理方法あるいは民間事業者との連携も含めた処理体制の整備などについて、助言支援を行っているところでございます。処理の見通しを含めまして、災害廃棄物処理の実行計画の策定などについても支援していくというふうに考えてございます。全力で取り組んでまいりたいと思います。上智子君。派遣されているということでございますが、現場の、ね、実情にかみ合った形での対応策ということでよろしくお願いしたいと思います。それから農業の被害の問題なんですけども、これも深刻で17県の828箇所ですかで農地が損壊していると。で、栃木県ではハウスは壊れて田んぼに砂石がたまって、水筒とですね、特産のイチゴに甚大な被害が出ているということをさっきもお話がありました。それから上総市では鬼怒川などの堤防の決壊、越水で広範囲に被害が発生しました。で、米が46兆部、それから麦が30兆部、大豆30兆部作っている農家の方からお話を聞いたんですけども、補助はですね、家の屋根だとかですね、それから冷蔵庫だとかですね、瓦礫、それから川砂がもう60センチもね溜まってるっていう状況があって、もうその下になったものは全滅ということを話されていました。で、復電するのにはやっぱりそれをもう簡単に掘り起こせないっていうか、ガラスも入ってた、いろんなもの入ってますから、そういうことになるとちょっと業者に頼んでねやらなきゃいけないのかなということを考えると、来年すぐにはならない可能性もあると。で、収入が途絶えてですね、当面の生活や農機具を償還するめども立たないっていうふうに言われていました。で、そして今一番困った問題はやっぱり先ほども藤田先生のね質問ありましたけども、刈り取って倉庫に保管した米の浸水被害ということがやっぱり目下のところはですね、本当にこれはもう切実な問題で出されていて、それで農水省にねお聞きしたいんですけれども、この共済の対象にならない収穫前の救済を考えるべきじゃないのかと。その保険ではできないって話をずっとされてるんだけども、できないけども実際上はもう収入ないということになるとね、
そこをどう補うかっていうことを真剣にちょっと考えないとねいけないんじゃないのかなと。だから従来のねそういうことだけでなくてやっぱり別枠で何か知恵を出して考えて何とか救済しないといけないんじゃないかっていうことをちょっと現場で話を聞きながらですね痛感してきたんですけども、そこはぜひですねちょっと温かくですねご返事いただければと思います。佐藤農林水産大臣政務官。官民から農業の共済制度についてのご指摘がございました。確かに先ほどもご答弁をさせていただきましたとおり、この共済は自然災害等による減収を保険の仕組みによって保障する制度でありまして、水稲の保障対象とする期間は農業災害保障法第110条によりまして、本年の移植期から収穫をするに至るまでの期間と現在定められているところでございます。これは確かに農業共済制度の基本的スキームでございまして、圃場で現地確認した収穫量から策定をすることから、圃場から搬出した収穫後の米については1点目にはどの圃場から収穫されたものが特定できないこと、2点目に収穫後の米が倉庫に保管されていた場合であってもどの程度保管されていたのか特定できないことから、適正な損害評価ができないためでございます。このため、今回の豪雨による被害につきましては、刈り取り前の水稲の収穫量の減少は補償の対象となりますけれども、今ご指摘の刈り取り後の補償から搬出した収穫物に対する被害については、補償対象とならない現状となっているところでございます。上智子君。そこで終わるっていうのはダメなんですよね。これは多分おそらく与野党を超えてですね、そこで何か考えなきゃいけないだろうっていう思いは一致してると思うんですよ。それで去年はですね、米価が暴落してね、赤字背負ってるわけですよ、もうすでに。それで今年はですね、水害災害で収入が断たれると。で、来年すぐやれるっていう保証がないと。そうするとですね、地域の農業を守っていく上でもね、食料を供給するでも、これ放置すると離農っていうことにもね、なりかねない状況だって思うんですよ。それで収穫後に倉庫に保管した米が浸水したっていうのは、これ農家の責任じゃないわけですよね。鬼怒川の越水があって堤防の決壊で、堤防が決壊した、中には低くてちゃんと修復してないところもあったわけでね、そういうことが原因なわけだから、やっぱりこれね、営農が続けられる支援の枠組みをですね、考えるべきだというふうに思うんです。で、これちょっと繰り返しまた同じ答弁されると困るので、そのことはちょっと強く要望しておきたいと思います。大臣、ちょっと一言いかがですか。山谷防災担当大臣。はい、政府といたしましては、発災直後から地元自治体と連携しながら一丸となって災害応急対策に取り組むとともに、物資の確保、心身のケア、住環境確保等の支援に努めてまいりました。被災者の方々が一日でも早く安心した生活を送ることができるように、時間の経過とともに疲れも大きくなってきていると思います。被災地の声をお聞きし、地元自治体と連携しながら全力で取り組んでまいりたいと考えます。また今農業共済制度のスキームについて説明がございました。これは、災害が収穫最盛期と重なっているというような、このような状況の中での、農業共済制度のスキームはスキームでありますけれどもですね、さまざまどのような声、また現状かということを把握しながらですね、いろいろと考えてまいりたいと思います。上智子君。ぜひよろしくお願いします。で、最後にもう一つだけなんですけども、木の医師会病院と付属する看護学校からも話を聞いたんですね。で、中川院長は入院患者さんを11日の朝から自衛隊と海上保安庁の力を借りて近隣の病院に移送したと。で、電子カルテがすべてダウンしたんですね。で、病名とか使っている薬とか最低限の情報は伝えて移したんですけども、やっぱりその鬼怒川の支流と小貝川ってもう一つあるんですけど、そこの挟まれてるところに位置していて、この水が一気にあふれてきて、で、1階は完全に水没して CT とかですね、 MRI とかですね、電気
機器、それから書類が水没して使用できなくなったと。で、浸水で被害を受けたこの機器類などの支援、これすべきじゃないかと思うんですけども、厚生労働省対応ありますよね、これ。厚生労働省福島審議官。医療機関の浸水被害の問題でございますけれども、被災した病院の早期の復旧は、地元の地域の住民の方の健康を守るために重要であると認識しております。厚生労働省といたしましては、医療施設等災害復旧費補助金を通じて、必要な支援を、経費の一部を補填することで、今後、医療機関、施設の復旧の支援をしてまいりたいと考えております。まず、施設のその対象となるもの等々限りがございますけれども、できる範囲でできるだけのことをしていきたいと考えております。上智子君。時間になりました。何としても復活したいというふうに院長先生も言ってられましたし、ぜひですね、命に関わる地元の大事な拠点ですから、ご支援お願いして質問を終わります。